園田プリンセスカップということでね、やっていきたいと思います。秘密結社フェガム総帥ハッチでございます。まあ今回ね、金沢スプリンセスカップと園田プリンセスカップと同じ日にあるんで、まあ動画でもね、プリンセスカップがダブってしまうってことで、サムネイルだけで見てもわかるかなみたいな気はするんだけれども、まあやっていきましょう。動画のね、出してる順番は基本的には発送順ですね。まあこんな感じでいきたいと思います。まあ、軸は1番のスティールノーバ、まあ、前走門別で重賞4着と、まあ、遠征競馬で重賞初制覇を狙うところ、まあこれでね、こうやって各地の他の馬たちと走っても通用する、他地区の馬とも通用するようだったらね、来年どこの地区で、まあ、クラシックを狙うことになるのかなということでね、楽しみな存在ですね。まあ、そして2番のアンさん、園田生え抜きでデビューから連勝と、まあ、特にね、前走はこの距離で勝ってる、まあ、つまりこのコースで勝ってるというのは大きいですね。狙っていきたいと思います。まあ、そして4番グラーツィア、前走門別で重賞では負けたんですけどね、認定で勝ってますし、まあそうなってくるとね、いつもの例年のレベル感だったらここでも通用するのかなと。まあ、ただね、最近この世代、そしてその1個前ぐらいの世代から馬がね、よく売れる。まあそうなってくると、最初から園田に行く、まあ北海道でデビューして移籍するんじゃなくてっていうとかね、例えばそういう馬が増えている関係で、案外この辺が負けるってこともね、あんのかなというふうにも思っています。まあ、そして9番龍のアンジェラ、高知でデビュー3連勝、ここ2戦は圧勝ですしね、まあ高知以外でも通用してきてほしいなと。まあ、高知からもそうやって交流重賞、まあ、JR8 じゃなくて、まあ、地方競馬内の、ね、交流重賞でガンガン活躍する馬が出てほしいななんていうふうには思っております。そして11番のメイプルシスター、まあ、デビュー戦負けたものの、その後連勝と、まあ、前走なんかは大楽勝でしたし、時計的にはここでも十分通用してくるのかなということになると思います。まあ、ですのでね、各地区からいろいろ出てきている分、各地区それぞれね、トップクラスがこの辺だろうというような買い方になりましたが、まあ、園田の馬も含めて、まあね、2頭を含めて、まあ、北海道、高知と頑張ってもらいたいなということで、こんな予想にしてみました。まあ、そんなわけでね、またこちら地方重賞とかでね、 POG とかいろいろやってきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ、JRA の重賞はメインチャンネル、ふえがみ TV の方でも上げさせていただいてますので、こちら両方ともよろしくお願いします。以上、ハッチーでした。